愛すぎる、やばい、かわいい。一晩だけ。そうです、一泊一泊します。かわいい、かわいい、やばい、やばい。皆さん、スペシャルショットすぎる、かわいい、これ今スクショタイムしよう。ワン、うん、かわいいねえ、もみじ配信慣れしてる。してるんだけど、このもみじさん、めっちゃおとなしい。そうなんですよ、めちゃくちゃおとなしくて、もうずっとね、かわいい。あ、あ、遠くに行った。あ、場所チェンジ、場所チェンジされました。たいと思います。よいしょ。これ今ベッドにいます。これ枕、もみじ。ほふく前進、目線ください。なんかいつもの、あの、よくいしょ、携帯のと逆なんですよね。いつもこっちにあのカメラが来るようにしてるんじゃけど、コメントがこっちじゃけん。でもあの持つ時にボタンがいっぱいあるけん、そう、洗濯物がでもあの見られちゃまずい洗濯物とかはないです今、うん、触ってもおとなしいの、うん、今お眠かな、もみじ。よいしょ。手がきついぜ。来た時からこんなに落ち着き、うん、ほんまに落ち着いとったね。なんか何百回も来たことあるんかと思うくらい家来た瞬間から落ち着いとって、なんかこんな感じで、あのぼやーっとしてるんですけど、私がお手洗いとか行く時とか、部屋を出た後はドアの前にあの待ってくれてて、
されます。やばい本当にやばい。泣いたりしないんだ。あ、もう今日ほぼ初めてぐらいで、あの泣いてるところを見ました。でもすごい大きい声とかじゃなくって、なんかみたいな感じで、あのおやつを、あの置いてある、おやつが置いてあるカバンなんだおやつって言葉に反応してたかも。かわいい。おやつが入ってるカバンの方を見ながら、そっちを見て私の方を見てクーンってする。え、あのね、めっちゃ可愛かったね、ところがあるんやけどね。私が座っとって、あのそしたら、あの私の前に来て伸びをこうグーって伸びした後に、あのめっちゃ可愛かったから、足に腕をポンポンってやって、その後おやつがある方のところまで行って、おやつの方を見て、その後私の方を見てクーンってやるんですよ。もう確信犯確信犯ね、おねだり上手すぎる。これはもうね、ただものじゃないですよ。もう本当にあのあざといです。めちゃくちゃマジでやられます。本当に可愛いです。やばいですし、なんて預かることになった。あのずっとモミジに会うたびに、お休みの時とか、なんかその誰かにモミジを預けなきゃいけないって時があったら、あの私に言ってくださいって言ってたんですよ、ずっと。とか、なんか私が休みの日モミジ預かりたいですみたいな言っとって、もう結構前から言っとったんよ。そう、これはスタッフさんがね、スタッフさんの一家が飼っていらっしゃるワンちゃんなんですけど、そうそう、ついにこの日が来たっていう感じです。やばい、幸せ。多分お眠、あ、お眠じゃない、いや、でも多分眠たいんだと思う。のんびりしてる。写真たくさん撮った、
右手が限界を迎えてきたので左手も添えます。こんな新しいことあるね、本当に本当に可愛い、本当にすごいですよね。癒される。眠そう。じゃあそろそろみなさんにもみじの尊さを伝えたところで配信終わりたいと思います。あとは二人で、あ、眠そう、のんびり過ごします。あれしますね、あのランキング読みます。20位ココホールさん、19位レオ・フォンコンさん、18位エンカカさん、17位ヒロロンさん、16位チーヌンさん、15位茨城のゆきさん、14位ムムさん、13位ジムジムさん、12位じゃんけんさん、11位アッキーサラダイスキマンさん、10位岡山オレンジさん、9位おいでませ元気さん、8位七神さん、7位キョンシーさん、ラッキーセブン、ラッキーセブン、6位まさひろさん、5位のりふみさん、4位ニコライさん、3位パブホーさん、スリースリー、2トップ T のおしょうさん、そしてそして第1位はつりけんさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャビです。へい、短い時間だったんですけれども、ありがとうございました。この後は、のんびり過ごします。